それではじゃあ始めましょう。今日の話はどういう話かと言いますと、高校で習う、科目ですよね。ベクトルとそれから行列と呼ばれるものです。まあ、皆さん習って知っているのか、それから習うのか、微妙なところかもしれませんけども、こういうような高校で使っているような数学を用いて、まあ、最先端の話の入り口を、かいつまんで話そうかなと思っています。で、今日の話題は、量子コンピューター。それは量子力学という物理学の分野があるんですけれども、その量子力学を使ってコンピューターを作ろうということで、今7キュービット7量子ビットまで動く、コンピューターができてますけれども、そういうコンピューターが、まあ、これからどんどん発展していく、そういうものの、元になるような話ですね。それからそれを使って、コミュニケーション通信をしようとね。ただ通信をするときにはやっぱり秘密の通信と、要するに人に知られては困るような文章っていうのもあるので、ね、そういうものを送りたいときにはやっぱり暗号化して送らないということで、暗号というものも量子力学に根ざしたものを作らないということです。さあ、それで、どうしてその量子力学、その量子力学に根ざしたコンピューターを作るのかというような話をこれからしていくんですけれども、今日の話はその量子コンピューターと量子暗号というわけですね。で、ここに書いてありますように、まあ、21世紀の後半には各家庭で使えるようになるだろうというわけですけれども、ただ使い方は、皆さんが考えているようなこういうような小さなコンピューターではなくて、多分インターネットというような、形で通信を経由して使うという形に多分なると思います。それはどうしてかと言いますと、量子コンピューターっていうのはものすごくパワフルなもので、で、まあ、多分巨大なものになるでしょうから、そういうものは例えば大学の研究室とか、それから大きな企業の研究所とかに置いてあって、そこに通信でインターネットを経由してやってほしい仕事、作業を、リクエストをする。で、向こうで、計算機を動かして答えを出して、その答えだけを送っていく。ですから自分の家にコンピューターがなくても、構わないというような形で多分使われるんだろうと思いますけれども、こういうようなものを高校で習う基礎的なベクトルと、それから行列、まあ、ベクトルは英語ではベクターといって、行列の方はメイトリックスと言います。しばらく前に映画であったマトリックス、あるいは英語発音だとメイトリックスと言うんですけれども、そういう行列を使ったものになります。まあ、もう少し細かなことも知りたかったら、個人的なホームページを見て、で、僕の名前の後ろに .org を書けばいいので、簡単に伝わります。まあ、Google で検索してもらえばすぐに出てきますけど、まあ、1000ぐらい出てきますから、その中の多分一番上に多分出るのかと思いますけど、こういうような話をこれからやっていきます。さあ、それでまず基本からいきましょう。で、どうして量子が必要なのかという話なんですけれども、まず今皆さんコンピューターっていうのは、まあ、どんどん小さくなって、速くなって、性能が良くなっていますけれども、それはムーアっていう人が作った法則にのっとって、年々速くなっていると一般に言われています。ところが小さくするというのには実は限界がありまして、例えば今皆さんが見ているこういうような小さなコンピューターですけれども、これは要するにコンピューターのチップを小さくすることで速くしようということになります。ところがいくら小さくしようと思っても、原子とか分子とかっていうレベルよりも小さくすることはできないんですね。ですから圧縮もどんどん小さくしていっても、原子レベルぐらいの話になってくると、もうそれ以上小さくはできないということで、いつかは限界に達します。で、それ以上速くすることはできません。そうするとどうしたらいいかですね。それから、今あるコンピューターっていうのは、ほとんど何もできません。ほとんどの問題は、世の中にあるほとんどの問題は、今あるコンピューターではほとんど答えが出ません。まあ、皆さん驚くかもしれませんけれども、実際に、解ける問題、コンピューターが本当に解ける問題っていうのは本当に限られています。で、大抵の場合はそれをごまかして使っています。まあ、そのごまかすというところも実は学問分野で、そのアプロクシメーションと言いまして、いかに精度よく近似をするかっていうような学問分野にもなっていますけれども、実際に正確にやろうと思うとできません。ですから今あるコンピューターではいろいろと不都合があると。じゃあどうしたらいいかと言いますと、それはまず物理学の法則を見ていかないといけないわけです。
今まで皆さんが物理の勉強をしてきたと思いますけれども、そこでやっているのはニュートンから始まるような古典力学と呼ばれるものですね。重力だとか加速だとか加速度だとかっていうような話を皆さん一生懸命やってきましたけれども、実際に世の中が動いているのは実はニュートンのような古典力学ではなくて量子力学と呼ばれるものになっています。だったら今のコンピューターっていうのはその古典力学に基づいて作られているわけですから、じゃあもっと本質に戻って量子力学まで遡ってコンピューターを作りましょうね。でその一番基本になるのはその情報というものが何かということを考えてみると分かると思います。皆さん情報っていうのは抽象的な概念で、あるね、なんか何もないような実体がないようなものだと思っているかもしれませんけど、実は情報というものは物理的なものです。どういうのかっていくと、例えば皆さんが書く文書にしても、E メールの内容にしても、全てどこかに0と1というビットを使って保存しなければいけないんですね。それはこの中のこのハードディスクの中のこの位置のこの場所に電磁気学的に物体として存在しないといけないんです。つまり情報っていうのは全て物理的なものなんです。だったらその物理的なものを管理している物理学の法則、量子力学を使ってコンピューターを作るっていうのはすごく自然だということになります。で先ほど計算が今の計算機はほとんど計算ができないという話をしましたけれども、具体的な例は素因数分解です。今のコンピューターは素因数分解できません。いいですか、今のコンピューターは素因数分解すらできません。皆さんが習っている素因数分解というのは、例えばここに書いてありますように、33957とこういうような数があるとしましょうと。でこれの素因数ですね、基本となっている素数を見つける。これは3の2乗と7の3乗と11を掛け算するとなりますから、3と7と11というのが素数になります。でこれを見つけるのは、まあ、ちょこちょこっと計算すれば出るわけなんですけれども、そういう問題をいっぱい考えましょう。負でないような整数ですね、まあ、0、1、2、3、4そういう数をもらってきて、それの全ての素因数を出すという問題を考えますと、これは、まあ、素因数分解という問題ですよね。この問題は、未だに早く解くことができません。そういうアルゴリズムが見つかっていないというわけです。どのくらい効率が悪いかということをちょっと話をしましょう。じゃあ皆さんに素因数分解の問題を出します。この数字、これ一つの数字です。この数字を素因数分解してください。すぐやってください。できますか。実はこれはこの素数とこの素数を掛け算するとこれが出ます。じゃあこの素数、素因数分解ですよね。素数を見つけるためには80台の大型コンピューターを3ヶ月走り続けてやっと見つけたというわけです。それくらい効率なわけです。じゃあこれの2倍の長さだったらどうなるかというと、皆さんが生きているうちには終わりません。じゃあ実際に数字で見ましょう。1000ビットぐらいですね、1024ビットの数字があったとしましょう。それを素因数分解するのに、まあ、2006年ぐらいの頃のコンピューターですと大体10の5兆年かかりました。で2024年になると、まあコンピューターは速くなるという過程がありますよね。どんどん毎年速くなる。じゃあ38年ぐらいで解けます。2042年ぐらいのレベルのコンピューターだと多分3日ぐらいでできるでしょう。ところが長さ、問題の長さを2倍にして2000ビットにした途端にどうなるか、2042年かかっても10の8兆年かかります。10の8乗というのは1の後ろに0を8個並べた年数です。皆さんの生きている間には終わりません。皆さんの子供の時代でも終わりません。それぐらいかかります。それをさらに倍したらものすごい年数かけても答えが見つかりません。これが今のコンピューターです。どんなに早くしてもこのぐらいかかります。じゃあどうしたらいいか、この問題を解きたいと。じゃあ量子力学を使った量子コンピューターを作りましょうということで、量子コンピューターを使いますと 1000ビットぐらい、同じビットですね、1024ビットですと 4.5 分で終わります。2048ビットかかった場合にはどうするか、36分で終わります。4000ビット、 4.8 時間で終わります。これが、量子コンピューターの速さです。まあ、この他に量子コンピューターっていうのは何ができるかっていう話なんですけれども、今みたいに素因数分解が早くできると、ね、さらにその素因数分解を元にした
まあ、素因数分解の難しい話をしましたよね。その難しさを逆手に取って作ったのが暗号系 RSA と呼ばれる暗号系です。これは、最もポピュラーな暗号系で、例えばインターネットエクスプローラーとかが使ってます。皆さんがコミュニケーションをしたりするときに暗号化するんですけども、大抵この RSA っていう暗号系を使っています。これは簡単に解けてしまいます。秘密が全部漏れます。さらに、Google のようなデータベースサーチになります。これもものすごい速さでできます。まあ、計算だけではなくて、今度はコミュニケーションの方ではどうなるかというと、テレポーテーションというものができます。これ後でも出てきますけれども、例えばあの SF の小説とか映画でありますよね。人間を、一瞬にして消えてこちらの方に作り出す、瞬間に移動させる、それは、簡単にできます。これ実験でもすぐできます。テレポーテーションというのは、量子力学を元にすると簡単にできます。それからあとは短い符号化ができる、それから安全な通信が可能という、これがですね、まあ、もちろんこれは量子暗号を使うと、実は 100% 確実に正しいものが秘密に通信、要するに相手に送ることができる。で、まあ、100% っていうところで微妙、重要なのは、重要なのは 100% なんですけれども、今ある暗号系っていうのは、皆さんあの RSA にしてもいろんな暗号系があるんですけれども、その今ある暗号系というのは実は100% セキュア、そのセキュリティが 100% は証明ができません。数学的に 100% 大丈夫ということは証明できないということが証明できます。つまりいつかは破られる可能性があります。今ある暗号系はいつかは破られる可能性があるんですね。もちろんその量子力学を使った通信をやると、これが実は 100% なものが存在する。で、実際にこれはもう売り出されています。この暗号系は、1000万ぐらいで今簡単に機械が買えます。多分インターネットとかであの購入できると思いますので、皆さんお金があったら買ってみてください。じゃあこの量子ビットというのは何かという話ですね。で、まあ、正確にはキュービット、クォンタムビット、キュービットという言い方をしてますけど、普通のビットというのは0と1と、この2つしかあります。これで全てのものを表現します。マイクロソフトのワードで作ったドキュメントにしても、それからインターネットのブラウザーが見てるものも全て01で実は表現されています。それを画面上に出すときに日本語で出したり英語で出したり数式にしたりしてるだけです。全てのものはただ0と1の並びです。コンピューターにとってみるとどんな区別もありません。英語でも日本語でも何の区別もない、ね、それに対して、量子力学、量子コンピューターではキュービット、量子ビットというのを使います。これはどういうものかと言いますと、まあ、こういうような特別な記号を書くんですけれども、物体としては素粒子と呼ばれるものを使います。これはどういうのかと言いますと、原子だとか電子だとか、まあ、光の粒です。これは光子と呼ばれるものですね。こういうような小さな小さな粒を書くんです。で、こういうような素粒子というのは実は自分で回転しています。スピンをしています。そうしますと、スピンというものに対して、まあ、左回りで考えると、スピンのヘッドというのがあります。こっちを向いているのか、こっちを向いているのか、スピンのヘッドがあります。そのスピンのヘッドが上を向いているときに0、下を向いているときに1というふうに約束をしますと、古典的な0、1というのは、実は上を向いているか下を向いているか、この2通りしかないというのに対応します。ところが、皆さん3次元で考えれば分かるように、横を向いていてもいいし、横を向いていてもいいわけですよね。つまり、無限に可能性がある。まあ、言い換えをしますと、一つの量子ビットというのは無限に多くの情報をこの中に入れることができる。無限です。理論的には無限です。まあ、現実的にはあの機械の誤差とかっていろんなその本当に機械を作らなきゃいけないんですからね、完全に無限というわけにはいかないんですけど、ある程度の制約がありますけれども、二つに比べれば極端にたくさんの可能性があります。で、今のことをちょっと絵にしたのはですね、スピンのヘッドがこっちを向いているんですね。で、それは、要するにこっちを向いているのもあればこっちを向いているのもある。そうしますと、この0、上を向いている場合が0で、上を向いている場合が1で、下を向いている場合が0でしたね。この1と0の中間が存在するということになります。今まで古典的なビットでは0か1しかなかったのが、半分1と半分0、30%1、70%0 という状態も取れるということになります。つまり0と1が混然と一体化している状態がキューブということになります。
もうちょっと絵で描きますと、まあこう原子核があってその周りをこう電子が回っているわけですけれども、大体原子というのは軌道があります、こういうような周りとこういう周りで、こちらの周りの方、例えばこちらの軌道のことを0と呼んで、こちらの軌道のことを1と呼ぶと、1にある場合が古典的な1のビットを表して、0にあるときには古典的なビット0というのを表しているとしましょう。これはお約束のことです。そうすると実は量子力学は面白いことを言いまして、1個しかない電子なんですけれども、この2つの軌道を同時に取ることができる、同時に存在する、2つの軌道上同時に存在している、つまり0と1が混じった状態だと、こっちに絵がありますけど、これ実はたくさんあるのではなく1つのものです。1つのものが、混然この軌道を、いろんな軌道をに同時に存在する、実際絵を描けないんです。こんな風になっている、これは想像上の話で、実際はこんな風な絵はなかなか描けないんですけど、頭で理解するには分かりやすいと思います。このように0と1が混じったようですね。これが一つのキューブになります、量子ビットになります。この量子ビットをたくさん並べて、それらを同時に操作をして計算をするというのが量子コンピューターということになります。じゃあもうちょっと今度は高校の数学に戻って話をしますと、じゃあキュービットという量子ビットというのは何かということになりますと、実はこれは簡単で、行列ベクターと呼ばれる、ベクトルと呼ばれるもの、0というのは10と書いて、1というのは01と書いた、これだけのものだと思ってください。そうしますと、ここのところに α と β と書いたものはどうなっているかといいますと、これは定数倍した10と定数倍した01に分ける、足し算の形で分けると、実はこれが0でこれが1ですから、つまり0と1をが混じった状態がこんなふうになるというのは自然に出てきますというわけですね。ですから特に不思議な状態ではない。数学的には、10があって01があったら、例えば2分の1、2分の1なんてのもあってもいいわけですよね。でそういうものを、数学的にはベクトルとして表したものが、1量子ビットということになります。で量子ビットっていうのは今ちょっと定義をしましたけれども、じゃあこの小さな粒ですよね、回転してヘッドがある、ヘッドの向きが上を向いてるか下を向いてるか半分横を向いてるか、いろんな向きがあります。じゃあこれから、必要な情報を抜き出すとき、つまりこの中に一体、つまりヘッドの位置がどこにあるのかというのを調べたいと思ったときにどうしたらいいか、どうします。これが量子情報を取り出すということです。そのためには測定をしてやらないといけない、観測ですね。で例えばこういうようなオブジェクトがあります。でこれが黒い色をしていると、四角い形をしているというのはどうして認識できるか、人間が認識できるかというと考えます。これ観測しているわけです。光が当たって、その光を人間の目で、その光の反射を読み取って、でその情報が脳に伝わって、脳の中で計算をして、これは黒だと認識する、で四角という形として認識するということになっています。そうするとこの物体を、観測して認識するためには、光を当てた反射を読み取らないといけないというわけですね。簡単ですよね。ところが今話をしているのは原子とか電子とか、光の粒自体というような小さな小さな粒です。この光の粒のところに光の粒を当ててしまって反射を読もうと思ってもどうなるかというと、それは簡単で、例えばゴルフボールにゴルフボールをつけて反射を見ようなんて思ったら、当然見てるもの自体が動いてしまいますから、観測した結果なんていい加減になります。そうするとどうなるかといいますと、実はここの、矢印ですよね、スピンヘッドの状態によって0が出てくるときもあれば1が出てくるときもあります。これはデタラメに出てきます。これが観測結果。ただしこのスピンのヘッドが1に近ければ、1に近いだけ高い確率で1があります。0に近ければ0に近いだけ、0が出てくる確率があります。とこの絵で言いますと、今この辺を見てますから 70%1 が出てきて 30% の割合で0が出ると。ただしこれは確率的に出てくるわけですから、毎回毎回違うものが出てくる可能性はあります。今見たら1だった、次に見たら0だった、次に見たらまた0だったということもあるわけです。それが量子情報を取り出すということです。
で今のをちょっと高校の数学で説明すると、実はこういうようなベクトルがあったときに、ベクトルを上から光を当ててまっすぐ下に下ろしています。こっち側が0というベクトルで、こっちが1というベクトルですね。これが古典的な0、これが古典的な1に対応しているわけです。でそれに対してこう斜めになっているベクトルは0と1が混ざり合った状態です。でこれを上から光を当てますと、ちょうどここに影が見えます、ね、ここに正三角形、直角三角形というわけですけども、ここの長さの2乗の部分が実は0が出る確率になります。じゃあこの横から光を当てた時にはここに影ができますけれども、この長さの2乗というのが1が出る確率ということになります。そうすると0が出る確率と1が出る確率を足し算しますと、ちょうど斜めの2乗になります。つまりそれが1ということで、ちゃんと、直角三角形の計算が出来上がっているというわけです。ただそれだけのことです。まあそれだけではなくて、面白い状態というのは実は量子情報の中にあります。これはどういうのか、まあ、1つの粒子では作れないんですけども、2つあった場合、3つあった場合、4つあった場合、たくさんあった場合ですね。その場合には例えばここにボルグとアリスという2人の人が、書いてありますけれども、こういうような特別な状態を考えることができます。これはどんな状態かといいますと、この赤で書いた方がこのボブの持っている、キュービット、量子ビットの内容で、この青いので書いたのがアリスが持っている量子ビットの内容になります。そうしますと、ボブが0の時にはアリスは1でないといけない。それからもしボブが1であった場合にはアリスは0でなければいけない。そういう2つの状態が混然一体化とした。でこの確率、1 over square root 2になりますけど、これ2乗しますとちょうど 0.5 ということになります。つまり 50% の確率で先が起こって、 50% の確率で後ろが起こるという状態になります。さあそれはどういう状態かといいますと、面白い状態になりまして、これは実際普通の古典的な物理学では出てこない状態です。つまり僕がこのこれは粒ですからね、自分で持ってやることができるんです。と僕はこの粒を持って、アリスはこの粒を持って、例えば僕が銀河系の反対側に行ったとしましょう。で僕はこの自分の持っている粒を見ます。観測します。測定します。そうすると今言ったように0から1かっていうのは 50% の確率で出るわけですよね。だから0が出るときもあれば1が出るときもある。たまたま0だったとしましょう。そうしますと銀河系の反対側にいるアリスのキュービットは自動的に1に変わります。つまりボブが0ということはこの前の方の状態の1というのがアリスの状態になる。これはアリスが自分のキュービットを見ずに自動的に変わった。これが、量子力学が、の定義が知っていることです。でこれは瞬時に同時に起こるということなので、銀河系の端にあっても、同時に起こります。つまり僕が何も言わなくて、ただ自分のものを見るだけで、実はアリスのキュービットが自動的に選択されてしまうということが起こります。これは何の通信もなくて行われます。でこれをうまく使ったのがテレポートです。こちらにあるものをこちらの方に移動させないで瞬時に動かすということがこれでできるということになります。また後でちょっと細かく説明します。さあ今度は計算の話になります。またちょっと高校の数学に戻りまして、先ほど言いましたように量子ビットというのは0と1と1と0を足し算したものという形になります。じゃあこれをどのように計算するかということなんですけども、じゃあ計算というのは何かということにちょっと戻って考えますと、古典的な今があるこの計算機ですよね。計算機がどのように計算しているかというと、実はものすごく単純な計算をしています。つまり0と1の世界ですから、0を1に変えたり1を0に変えたり、0をそのまま0にしたり1をそのまま0にしたりということしかしてないんです。そうすると先ほどの、量子素粒子の話で考えます。スピン変動を上なら上のまま何もしないか、ひっくり返しにするか、下のものをひっくり返しにするか、下のままそのままにするか、それしかない。ところが今回はスピン変動の向きってのは無限に取れるわけですね。ですからこれらを回転させる、これが計算です。じゃあどうやったらいいかというと、実際は
素粒子がありますよね。例えば原子だとか電子とかっていうのを置いておきまして、それに対してものすごい強力な磁場をかけます。要するに電磁場です。そうしますと回転はしてるんですけども、スピンのヘッドが止まります。でこれを回転させることによってこの向きが回転します。これが計算です。これが量子計算機が行っています。要するに回転させて最終的に決まったところで関数をして答えを出す。これだけです。でその回転というのは実際は行列をかけるということになります。これが1つのキュービットを1つのキュービットに直すときのには 2×2 の行列をかけてやればいい。じゃあ2つあったときにはどうなるかというと、これは 4×4 の行列をかけてやればいいということになります。で具体的な例で言いますと、1100というのがこれはどういう作用をしているかといいますと、0は0に、1は1に、つまり何もしないという計算に対応しています。でそれに対して、0011というのはどういうのかといいますと、これは0という状態が1に変わりまして、1という状態が0に変わる。つまり先ほどのようにスピンをちょうど反対にすると。つまり横になっているものは反対側に向くとですね。要するに180度回転させるということです。これがそのノットというわけです。単純な行列ですよね。0011これだけしかない。でもうちょっと複雑になりますと、今度はハダマーという場合で、ものですけども、これは111-1ということになります。まあそこにあの定数で1 over square root 2がかかってますけど、これはどういうのかと言いますと、0を入れてやると0と1が 50% ずつ出てきたものになります。で1という状態を入れてやります。今度は0と1のところここにマイナスが出た状態に変わる。絵で描きますと、0と1というこの黒の部分がこの青の部分ですよね。0と1が足し算で結ばれたのと引き算で結ばれたもの、こういうような直角の形に変わると、つまり回転していくようになってしまう、こういうような状態です。でこの状態というのは古典的な物理学では存在しない状態です。つまり0と1が 50% ずつ混じった状態、しかもこれはマイナス付きです。じゃあ2つのキュービットについて見てみます。これは C ノットというです。コントロールドノットと呼ばれるものです。これは最初のキュービットが0であれば後ろのキュービットは何もしない。ところが最初のキュービット、つまり上のキュービットが1だったときには、後ろの下のキュービットを反転させる、さっきのノットを使う、そこでコントロールされたノットという形で、つまり上が0だったら何もしないけれども、1だったら下側を反対する、要するに180度回転させるというものに対応する行列だけこれです。11で、ここに11となるので、簡単ですね。こういう行列になります。でこれが実際に、存在している量子コンピューターです。こんなような形になります。まあ、もうちょっと細かく言うとこんな感じですね。こういう機械の集まって出来上がっています。で今、出来上がっている、一番性能がいい量子コンピューターというのは7量子ビット、7キュービットまで扱うことができるということです。でゆくゆくは 100キュービットぐらいまで増やしたということです。まあ、100キュービットというとどのくらいのパワーになるかといいますと、今の存在する古典的なコンピューターをはるかにしのぐ性能になります。さあそれで、今のようなコンピューターの上にはどんなのが走るかというけども、ショーマンという人が発見した素因数分解をするアルゴリズムというのがあります。これは量子コンピューターの上で走るんです。でこれが一番最初に見せた量子コンピューターを使うと素因数分解がものすごく速いというのは、実はショーマンが発見したアルゴリズムを使っています。もうちょっと正確に言いますと、N ビットの整数があるとしましょう、ね、整数をビットで直したときに N ビットあるとしましょう。そうしますと素因数を見つけるには N の2乗とそれからログ N の2乗をかけたぐらいの時間あれば出来上がるということになります。でこれに従って計算したのが一番最初に見せた、36分で終わったり 4.8 時間で終わったりということになります。それからあと、このグローバーという人が発見したのは、データベースからキーワードでサーチをするという、ね、サーチエンジンの仕方ですねを発見しました。ちょっとこれは簡単な例で言いますと、例えば、皆さん100個のボールがあったと、100個の箱があったとしましょう。で箱の中にボールが1つだけ入っている、
で、全ての箱は蓋がついています、ね、キーワードサーチの一つの例ですよね。ボールの位置を探しなさい。どこの箱に入っているかを探してください。キーワードはボールです。じゃあどうやって探したらいいかというと、まあ、一番簡単なのは一つずつ開けていくということですね、まあ、どういうストラテジーで開けていくのか、それは皆さんによってますけれども、一番いい場合だと一番最初に開けた箱の中にボールが入る。そうするとすぐに終わってしまいます、ね、ところが最悪の場合は99回箱を開けないといけない。99回開けてからだと、そうすると100個目の箱を開けなくてもいいわけですよね。必ず入ってますから。ですから最悪の場合は、N 個の箱があったら N-1 回は箱を開けないといけない。つまり100個あったら99回は箱をチェックしないといけない。ところが量子コンピューターを使うとスクエアルートの N、 つまり100あったらそこにスクエアルートをつけると10です。10回開くだけで見つかります。いいですか。普通のコンピューターだと99回開けなきゃいけないのが、クォンタムコンピューター、つまり量子コンピューターでやると10回だから、サーチがものすごく早くなります。それは99回に対して10回ですからね、まあ、もっと大きい数になればもっと差が出ます。まあ、それはこのスクエアルート2、スクエアルートを計算すると。さあ、それで今度は量子暗号の話にちょっといきましょう。今度はテレポーテーションができますという話を最初していたんですけれども、テレポーテーションはどうしてできるかというのをちょっと話をしましょう。先ほど言いましたように、2つが絡み合った状態を作ります。で、今回は00と11と、片方が0であれば反対側も0ですし、片方が1であれば反対側も1と、そういう状態を作ります。これは EPR ペアというものですね。最初の E というのはこれアインシュタインの E なんですけど、アインシュタインが書いた論文の中に出てきたものです。で、この状態は簡単にすぐ作ることができます。皆さんもちょっと道具さえでもすぐできます。まあ、高校生でもできるぐらい簡単なんですね。まあ、数学的に先ほどの行列でやれば、考えればものすごく簡単な行列でできます。さあ、それで今アリスがボブという人に、メッセージを送りたい。これは今先ほどから述べてきた量子ビット、1量子ビットを送りたい。で、量子ビットっていうのは無限に多くの情報が入ってるんですよね。さあ、それでそのアリスはその知らない人からこの9ビットをもらいました。量子ビットをもらいました。で、量子ビットっていうのは観測してしまう、見てしまうと壊れてしまうんですね。確率的に0だったり1だったりと、じゃあ見ることはできないんです。壊れてしまう。何も見ずにこれを僕に送りたいと。どうしたらいいか。送らないで送りたい。それで、ボブと、アリスと僕が EPR ペアを半分ずつ持っているとしましょう。で、これは銀河の端と端にいたとしましょう、ね。で、アリスはこの2つもらってきたものと今初めからあったその EPR のペアというやつを使って、先ほどのコントロールドノットというやつを計算します。これは皆さんちょっとね、暇な時に計算してもらえますの。それから肌もあるというのも出てきましたよね。さっき簡単な11-1が出てくるんですね。それをかけてみます。そしてこの2つのビットが変わりますけれども、回転しますけれども、回転した結果を観測します。観測するとこれ2つありますから、00か01か10か11の4通りあります。で、全ての通りが等確率で出てきます。つまり 25% の確率で出てきます。ですからやってみないと何の答えが出るか分かりません。毎回答えが違ってくることもあります。まあ、たまたま01が出たとしましょう、ね。そしたらアリスは僕に電話をかけます。今01が出ましたよ。そうすると僕は今聞いた内容ですね、01に対応して、これ今半分持ってるんですね。ここのところは0というのを作ります。で、0っていうのは簡単に作ることができまして、それは大きな磁石を持ってきて、電磁石、強力な電磁場で、上を向かせるんです、ね。そうするとそれが0というわけで簡単に作ることができます。で、今0という状態と、それからこの EPR ペアの半分がありましたら、今聞いた01というものに対応する、行列をかけてちょっと回転させて、そうするとこの2番目、最初は0だったものが立ちどころにこの形に変わります。
これはあの、高校でできる、あの数学でできる計算のですね、実験でも簡単にできます。で、このテレポーテーションというのは、大体今、十数キロぐらいまで実験的に、作られています。で、例えばここにありますけれども、ここにあるものから向こうのビルのところに、テレポーテーションを行っています。ですから、送らないで向こうにポンと、キューと。ですからこれを応用しますと人間の体を分子レベルまでに分解してその一つ一つを送らないで向こうに瞬時に作り出すことです。それで向こうで分子を組み立てれば例えばここにいた人と全く同じものができるというわけです。ただここで注意しなければいけないのはここで作ってあった原子そのものとここでできた原子そのものは全く違う物質です。情報が同じで、要するにこっち側は観測して壊れちゃったということです。ですから皆さんと同じものが向こうにコピーが出てるんです。もちろんこっちは壊れてしまって向こうに出来上がるということです。だからこっちからこっちに送ってるわけじゃないんですよね。向こうで組み立ててるというのがテレポーテーションということになります。まあそれで、最近ではまあ参考文献がたくさんありまして、あのインターネットとか調べるとたくさん情報が、量子コンピューターとか量子暗号についての話が出てきます。まあ、専門的な本でも、まあ、日本語訳がどんどん出てますので、まあ、暇がありましたら、見てください。ということで、一応、講義という感じではここで終わります。ご苦労様。さあ、これで今度は質問の方なんですけれども、質問何かありますか。まあ、ちょっとだけ情報をもうちょっと入れますと、今のような量子の話っていうのだけを研究しているわけではなくて、他にも、ゲームの理論ですよね。ゲームを使っていかに勝つか負けるかというね、暗号は先ほどちょっと話をしましたけど、これは一般的な暗号ですね。それからどのくらい計算が難しいかというような話ですね。それからあとは学習理論、例えばロボットにある概念を教えるのにどのくらい複雑な計算をしないといけないのか、ね、というような話ですね。これは先ほど出てきた量子コンピューターの話ですけども、それに対して暗号の研究というので、例えば皆さん公開鍵暗号って知ってますか。これはあの通信をするときに行うんですけれども、まあ、簡単に例えばアリスから僕に、ある文章を送りたい、 E メールを送りたい、ただしこれは誰にも知られないように送りたい、内容がバレないようにしたい、どうしたらいいかっていうんですね。これ送りたい文がで、インターネットとかっていうのはものすごく皆さん知ってると思いますけども、誰からも見られる可能性のある媒体です。いいですか。 E メールっていうのは誰からも見られる可能性がありますから、 E メールで機密文書とか大事な話を送ることは、送ってもいいですよ。まあ皆さん誰、あのハッカーの人はすぐに読めますからね、だからインターネットっていうのはものすごく不安定なものです。ですから暗号を使って、完全に暗号化したものを送らないといけないと思います。で、一つのやり方はこのやり方ね、まず僕が暗号を作る鍵とそれからそれを復元する鍵というのを用意します。でそのうちの、公開鍵と呼ばれる暗号を作る方ですね、この鍵をアリスに送ります。ただこの時にはインターネットで送りますから誰からも盗聴されるかの可能性もあります。だから誰もがみんなこれを知ってると思ってていいというわけですね。でアリスはこの鍵を使って暗号化します。と暗号化したものが暗号文というものになります。これは暗号化されているわけですね。でこれを、僕に送ります。ただしこの時も安全でない通信を使います。例えば電話回線なんて言っても あれは、ね、よく映画であるように盗聴できますよね。それからインターネットなんていうのは もちろん危険なものですから、誰全ての人がこの暗号文を読んでしまえると思っていいと。つまり、どんなハッカーもこの鍵とこの暗号化された文章を全部手に入れることを簡単に手に入れることができると思ってください。さあ僕がやることはこの復元するキー、この鍵を使って復元します。このように、行う。でなんでこれがうまくいくのかといいますと、この元に戻すという時の鍵っていうのは僕しか知らない、これは公にしてないんです。いくらアリスでも自分で暗号化した文章を元に戻すことはできません。これはこの鍵を知りませんから、というわけです。これはあの先ほど出てたんですね、要するに計算がどのくらい大変なのかということを調べる研究もしています。それからあとは一番最後に出てきました、
ゲームを使う、まあ、世界の経済というのもゲームの理論で説明することができます。買い手と売り手でゲームをしていると思えばですよね。例えばアメリカ、中国、日本で、ね、それらがみんなプレイヤーだと思ってゲームをしていると思えば、ある程度のルールとそれからどのような勝算があるのか、どのような、勝った時の、メリットがあるというものが設定されているゲームだと思います。まあ、こういう計算機を使ったゲームもたくさんあります。チェスだとか、あと承認書ですね。まあ、そういうようなもの学問的な研究ですね。もちろん数学を、使っているわけです。まあ、そんなような形で、研究をしている。で、最後にまあ皆さんちょっと、入試関係なんですけれども、細かなものにつきましては7月の下旬に、出ますので、大学のホームページを使って、どのような状態なのか、まあ、皆さん今年受験というわけではないですけれども、まあ、興味がありましたら来年どんなふうになるのかっていう示唆的なことも含めて見てください。まあ、この他にも推薦だとか帰国子女だとか私費の外国人の留学生の入試とかっていろいろとあります。まあ、だからそう大学にはそういう人たちがたくさん入っています。もちろん大学に入ってきてから留学をするということもやっていますので、皆さんアメリカで、カナダ、イギリス、まあ、他の国でいいんですけども、そういうところで勉強したいというんであれば大学に入ってから行くと、まあ、向こうで授業を取ってそこで単位を取って例えば福井大学の授業の単位として認めてもらうというような形で留学ができますという形で、他に何か質問がありましたらしてください。なんか質問ないかな。まあ、大昔の話ですけれども、昔あの高校の先生をやってまして数学を教えてたんですけども、ね、高校の先生はちょっとあまり面白くなかったので大学の先生に変わってしまいました。まあ、時々高校で講義をやったりとか、まあ、最近は大学でもよくやりますので、ね、で先にもちょっと言いましたけれども大学の1年生の授業を今、前期と後期、まあ、前半部とそれから後半部ですね、後半の方は10月から始まりますけれども、授業を持っているんですけれども、そうすると高校を卒業したての、まあ、学生さんたちが入ってくるんですよね。で、まあ、結構戸惑うこともありますし、それから勉強の内容とも違います。まあ、もちろん高校でやった勉強をきちっと理解していなければ当然大学に入ってから困るわけですけれども、その時に一番重要になるのは特にあの情報メディア関係ですと数学ですよね。数学はきちっと理解してないと一番困るということなんです。まあ、要するに大学で勉強することは学問ですからね、きちっとした理論から始まって実践、アプリケーション、応用という形に進んでいくというわけです。ですから1年生で大学の1年生を見てて思うのはきちっとした数学を勉強してこないで来てしまって、それで後で単位を落としてしまうということで留年するということもよくあります。ですから皆さんきちっと勉強してください。だからもう一つ大切なのは英語です。当然日本語で例えばこういうようなもので研究した論文とかっていうのを発表しなきゃいけないわけですけども、もちろん日本語で発表しても世界中の人は誰も相手にしてくれないですから、もちろん英語で話さないといけないということです。ですから英語を勉強するというのはきちっとやっておく。まあ、高校でもあと数年すると授業が英語に変わるということで、ね、まあ、授業を英語でやれば本当は楽なんですけどね、なかなか福井大学ではそれができない。もともと5年ぐらい前に日本に帰ってきたばかりなんですけれども、それまではカナダで大学の先生として教えていたんですけど、まあ、そんなことがちょっと余計な話です。特に質問ありませんか？ないかな？じゃあ終わりましょう。ご苦労様。